ホーム改札室入口六本木一丁目駅は東京都港区六本木一丁目にある東京地下鉄南北線の駅である。駅番号は N05。島式ホーム一面二線を有する地下駅でフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札は地下2階、ホームは地下4階にある。地上との間にはエレベーターエースカレーターが設置されている。 当駅の開業当初は、駅東側で進行していた、六本木一丁目西地区第一所市街地、再開発事業が未完成だったため、駅施設の一部を暫定形式で使用していた。再開発事業は、開業2年後の2002年7月に完了し、合わせて改札口、出入り口の移設や変更が実施された。2016年に開業した、住友不動産六本木グランドタワーへの、 アクセス改善のため、2017年には西口改札を新設した。近年の乗降客増加に伴い、朝夕のラッシュ時は、ホームやコンコース会の混雑が激しい。特に、ため池山農駅や長田町駅、四谷駅での乗り換えの利便性から、最も南側のホームとコンコース会を結ぶ階段、エスカレーターに旅客が集中しやすく、遅延増大の原因となっている。 開業時から吉村博作曲の発射メロディを使用していたが2015年3月11日にスイッチ制作のメロディに変更されている。曲は1番線がさざ波、ミ、2番線が日まりである。2020年度の1日平均乗降人員は5万637人、東京メトロ全130駅中55位。南北線の単独駅では乗降人員が 最も多い。2017年度は東京メトロ全域の中で最も乗降客数の伸び率が高い駅であった。開業以来の1日平均乗降、乗車人員は下表の通りである。駅前の六本木一丁目駅停留所と駅近くの赤坂アークヒルズ停留所に都営バスの路線が乗り入れる。このほかホテルオークラ東京、ANA インターコンチネンタルホテル。 東京停留所に東京空港交通の羽田空港港、成田空港業が発着している。出店、ありがとうございます。